しばらくの間、お祈りの時を持ちたいと思います。共に主の前に静まり、お祈りの時を持ってまいりましょう。そこまでにしていただき、再び賛美してまいりましょう。それでは主の祈りをお祈りいたします。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の殿になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではパウロ秋元牧師に導いていただき、聖餐式を行います。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様をご自分の救い主と信じ、洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。インターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。私一人一人に恩からと恩知の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。
これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。人の血これを裂き、彼らに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。耳ありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持ってまいりましょう。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。 See you.
それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人に豊かな恵みと祝福をお与えください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を開きしたいと思います。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1、13章の4節から7節になります。第1コリント13章の4から7節、新改訳聖書第3版の336ページになります。それでは第1コリント13の4節から。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。本日はこの箇所を通して特別賛美、しばらくの賛美の後にパウロ・アキモト牧師にメッセージを取り継いでいただきます。